まあせいぜい気を抜かずに舞台に励むといいでしょう。ええ、私絶対に諦めませんから。はあ。ロイドさん、どうもお疲れ様です。まさかあそこであんな風に持っていくとはね。ふん、さすが司法の巫女に懐かれるだけはあるようだ。いやいや、ただ伝言を伝えただけさ。でも、なんとか伝えられてよかったよ。ところで、ロイドさん、この私の不満は一体どこにぶつければいいのでしょう。え？そうですね、リーシャさんに去られる代わりにあなたにヘイユエに来ていただきましょうか。いろいろ鍛えがいがありそうですし、素晴らしい戦力になってくれそうだ。え？サオさん？確かに、あなたのトンファーにしても我らの憲法を治めればさらなる高みに行けるでしょう。いや、お言葉はありがたいですけど。モテモテだね。これはうちも負けずに勧誘しておこうかな。ワーディさん、冗談に聞こえません。